スベルケル・ヨーハンソン・ルスバットは、スウェーデン人、スベルケル・ヨーハンソン、スベクエア・ヨーハンソンによって作成、運用されているインターネットボットプログラム及びアカウント。ヨーハンソンは、言語学、土木工学、経済学、素粒子物理学の学位を持つ科学教師である。彼の作ったボットはウィキペディアにおいて、編集や記事作成を行う。 多い日には1日1万の記事を作成し、2014年7月時点で作成した記事数は270万に達し、この数はウィキペディア全体の記事数の8.5%に及ぶ。あまり知られていない動物や昆虫についての記事や、スウェーデン語版でフィリピンの小さな街に関する記事を多く作成する。ルスバットが作った典型的な記事作成した記事の1、 3はスウェーデン語版で、残りの2、3は、ヨーハンソンの妻の出身地フィリピンの言語の、内笑い語版とセブアノ語版である。2013年6月15日に、スウェーデン語版ウィキペディアが100万記事を達成したとき、そのうち、半数近くの45万4千が、ルスバットによって作成された記事だった。セブアノ語版と、笑い語版ウィキペディアでは、 閲覧可能な記事の大部分を作成している。ボットが作る短く単調な記事に対して批判があるが、ヨーハンソンは、ルスバットの作成した記事には十分すぎる価値があると反論する。ありがとうございます。